んちゃかすけです。トイズドリーム続きをプレイしていきます。さあローンあと24万円で、最後の24万円分の返済依頼が来ましたので返済しましょう。どうなるんだ、どうなるんだ。うおー、最後の24万だ。突っ込め、ついに。どんな反応されるんだろうね、あの人。お金よりもその情報を狙っての借金だったんだと思うけど。はい、みんなばらけたまんまで終わっちゃったけど、はい、ティーンともならなかった。どうだ、こんちくしょう。これで返済は終わったはずよ。晴れて自由の身だね。この研究所は俺たちのものだ。こんなことなぜですか。ここにはそんなに大事なものが、あなたたちをここまで動かすものがあるというのですか。大事なものね。あんたには一生わからないんじゃないか、キャリコさん。なんだね君は。あんたの欲しがっているもの、ここにあるぜ。ワッツはあんま知らないんじゃない。どこでそれを。やるってよ、これでよければ。親子揃って読むんだな。何が書いてあるんだ。絶対もうその総兵器の設計図とかないよね。父親、例の初期の金についてですか。連中このようなものを隠し持っておりました。読め。はい、これを読む全ての研究者へ、人が二本の足で歩き自由な両手を得た時から、すべてのものそれぞれに道を選ぶことを命ぜられた。月を持てる者、剣をかざす者、縁を取る者、手に取ったそれを使い、人はそれぞれの道を歩む。我々が手にしたのは書。それは にも剣にもなり、時には世の火事ともなる。うん、我々は決して過ちを犯してはならない。あなたの持つ書に自由と平和を。ヘンリック・ヘルム・ホルツ。うん、自由と平和を望んでるよ、おじいちゃんは。父上、俺が手記ですか。俺がヘンリックの残した研究遺産なのですか。もうよい。しかし、いいと言っている。まだわからんのか。お前が相手していたあの4人、あれこそがまさに研究遺産よ。そしてお前が奴らを育てた。確かに血は争えん。我ら親子はまたしても過ちを犯していたようだ。おお、そんなに受け入れるんだ、あっさりと。それから1ヶ月、ベローチェのみんなと作ったあのマシンがクロンメル社の新型モデルとして発売された。やったー。街を見渡せば
必ず一台は目に留まる。すごいね。それを見るたびに、アベローチェだ、俺たちのあの忙しくもあり、楽しかった日々が思い出され、自然と笑みが、笑いがこみ上げてくる。あ、なんか、じんわりしてしまった。今俺は、新しい目標に向かって、準備中だ。目指すは宇宙。おお、宇宙行く。途方もない夢かもしれないが、いつか必ずここで大きな花火を打ち上げてみせるつもりだ。いや、マックスくんなら絶対いけるよ。とんでもない成長をしたからね。ゲーム開始から、クリアだ。いやー、面白かった。いやー、途中までは本当にちゃんと借金返せるのか不安で仕方なかったんですが、無事にクリアすることができました。よかった。でね、エンディングはいくつかあるらしいんですよ。で、今回私はマックスくんのね、依頼をすべてクリアしたっていうことでマックスくんエンドになったんだと思います。どうなんだろう、ピートくんとか。私気になってるのはピートくんなんだよな。すごいピートくんのワックマン邸のあの依頼は、やはりあの時計の依頼失敗したことで消えてしまったのでしょうか。あとね、なんとなくなんですけど、ベレッタちゃんはいつか受けて忘れた、あの俺の武器っていう、あれがベレッタちゃんの依頼だったんじゃないかなってなんとなく思ってて、それだからこそね、すっごい後悔してるんですよ、あの依頼については。あとはなんだろうな、私ミオちゃんの依頼があんまり思い当たらないんだよね。結構最初の段階でフラグ潰しちゃってたのかな。まあでも無事にクリアまで到達できたってことで、一旦満足、満足です。マックスくんエンド行けましたのでね。ただ他のみんなの様子もちょっと知りたいな。もう終わっちゃうよね、タイトルに戻っちゃうよね。クリアデータのセーブ。はい。じゃあ当たら、いや、ノーフリーブロックスだ。じゃあここに、セーブします。まだね、わあ一番最初の状態に戻されちゃった。あ、でもアイテムは 82% のまんまでやることができるんだね。27時間。まあ、この頃のゲームのプレイ時間としては、ちょっと短いくらいかもしれないですね。プレステ初代のやつにしては。結構なボリュームありますよね、ちゃんと全部依頼こなしていけばね。私失敗しまくっちゃいましたけど、2周目ではもっとうまくできるんじゃないかな。このアイテム 82% とか、多分あれじゃないですかね、経験値、みんなの経験値とかもたまったまんまになってるんじゃないかな。それで2周目はもう依頼こなしまくりましょうみたいな感じなんではないでしょうか。イベントなんて 61% だよ。半分ちょっとしか見られてないんですね。これはやり込もうと思えば相当なボリュームになりますよ。いや、今でも根強いファンがいるのも納得だね。はい、では最終回すごく短い動画になってしまいましたが、トイズドリームの実況動画、これで最終回です。無事にクリアまで行けてよかったです。最後まで見守ってくれて本当にありがとうございました。ではまた別の実況でもぜひお会いしましょう。ありがとうございました。